登山イベント開催。ジョルジカーノです。ココアサヤです。伊藤番です。スポーツオーソリティでなんと、はい、ジョルジカワノかけるココ細谷かける伊藤番のコラボイベント、おいっちゃいます。ついにトリプルネーム、トリプルネーム。イベント内容がまず、はい、1つ目、僕の方から、はい、バンさんとひそひそ話ができる、ひそひそ話ができるんですね、はい、っていうお悩み相談、ね、お悩み相談ができますと。恋愛相談、恋愛相談は禁止でございます。禁止なんですね、はい、何のアドバイスも受けないかもしれない山のことで聞きたいことがある方、まあ、トークセッションという形で、まあまあ、ステージなり何なりに設けさせていただいて、お客様とお話をしていただこうかなと、まあ、なんで、あの、どしどし皆さん、はい、あの、集合いただく。寂しいですよ、2人とか3人とか。そうですよね、ね、最低500人はいない。500人ぐらいこうパンパンにしたいですね。メッセ埋めたいっす。会場変わってるみたいな。というところと、はい、はい、次が靴だったりとか、ザックとか、はい、はい、これから登山ちょっとやろうかなっていう方は、ぜひぜひこのタイミングで、せっかくなんで伊藤番さんに直接アドバイスもらいながら、はい、選んでいただけたらなと思います、はい、コロンビアしか進めないかもしれないです。もちろん。いいんだ。いいんですか、それで。あとは前回、あの、8月に同じような登山イベントやったんですけれども、うん、まあ、そこからまたちょっとパワーアップさせた内容でやっていきたいなと思いますので、前回ちょっとまだ、はい、あの、できなかった、はいはい、例えば他にも登山の、ね、メーカーで、あの、スポーツオーソリティでは展開しているメーカーがございますので、まあ、そこにちょっとご協力いただいて、はい、前回とはまた違った内容の登山イベントを開催したいと思います。はい、はい、というのと、まあ、前回も大好評だった、はい、伊藤番エベレスト展も今回も開催しまっショート間違えて迷ったしますというところ で, し, ますで、しかも今回は、まあ、伊藤番さんせっかく来ていただくので、前回お借りしたものにプラスして、なんかもっと見れるものを持ってきてくれる、エベレスト以外でも、はい、いろいろ持ってこようかなと。登山道具とか、スケジュールは、イベント自体は9月の16日、はい、17日、18日の3日間になります、はい、なんですけど伊藤番さんが実際にご来場するのは9月の18日、はい、のみとなります。来場時間は朝10時から10時15分までの15分間限定のご来場と。もうちょっといさせてください。じゃあ18日は見ていただけるということなので、はい、ぜひ皆さんお待ちしております。お待ちしております。はい、本当ね、はい、初めてまあこうやってコラボイベントやりますので、はい、絶対にこけられない企画。プレッシャー与えますね、多方面に。皆様の力が必要ですので、ご来場お待ちしております。お待ちしております。